スティーブン・イエス・デ・ナイトは、アメリカ合衆国のテレビの脚本家、プロデューサー、監督である。スターズのテレビドラマ、スパルタカスで、企画、脚本、制作総指揮を務めたことで知られている。この他にも、スパルタカス・ゴッド・オブ・アリーナ、スパルタカス・2、スパルタカス・3・ザ・ファイナルも手掛けている。スパルタカス以前には、ヤング・スーパーマン、バフィー、恋する十字架、 エンジェルなどに参加していた。また、プレデターズプレイの1シリーズ、スウェルやジョス・ウェドンが手掛けた、ドールハウスのプロデューサーも務めた。2014年5月、ネットフリックスが制作する、マーベルコミックスの同名キャラクターを描いた、ドラマシリーズ、デアデビルで、映画、シニスター6を監督するために交番となった、ドリュー・ゴダードから引き継ぎ、ショーランナーを務めることが発表された。 彼が制作葬式、監督、脚本を務めた同作は視聴者、批評家によって高評価を得られた。2015年にはトランスフォーマーシリーズのライターズルームに脚本家の一人として参加した。2016年2月にはギレルモデルトロに代わりパシフィックリム、アップライジングの監督を務めることが発表された。ありがとうございます。